ご視聴ありがとうございます。前回からの続き、今回は、黎明期の1955年、ショックレイ半導体研究所設立から、成長期の1960年代の、半導体の発展までを、ご案内します。半導体って何？半導体は、トランジスタやその他の部品で、作られている電子部品を、一つのチップに、まとめたものなんだ。これで、電子回路が、小さく、シンプルになり、電子機器の発展に、大きく貢献したんだ。長いぞー。1955年に、トランジスタの発明者ショックレイは、シリコンバレーに研究所を設立し、多くの優秀な人材と共に、半導体の開発に明け暮れた。しかし、ショックレイと部下たちとの間には、大きな亀裂が生まれ始めていた。どうして？どうもショックレイは、経営者としても、また、人格者としても、問題のある人物だったみたいなんだ。それで、我慢しきれなくなった部下たちが、次々に離職。研究所は、空中分解？そうなんだ。そして、研究所を離職した、若者たちは、自分たちで、理想の半導体を作ろうと設立したのが、フェアチャイルド、セミコンダクター社なんだ。その中には、後に、インテルを創業する、ロバート、ノイスや、ゴードン、ムーアもいたんだ。ショックレイ研究所は、1億円以上の費用を費やすが、大きな成果もなく、1960年代に消滅してしまう。ショックレイは、ノーベル賞も受賞した、優秀な人なのに。研究者としては、優秀でも、人をまとめる力、人格者でないと、組織は成功しない、という教訓だね。そして、ショックレイ研究所を離職し、1957年に設立した、フェアチャイルド、セミコンダクター社は、大きく発展する。若くて、意欲に溢れた、フェアチャイルド社は、次々と、新しい半導体開発を成功させ、ついに、世界で初めて、半導体の商用生産と販売に成功したんだ。これまでの、半導体の会社は、軍事や宇宙開発など、単価の高い、政府からの受注に、依存していたんだ。フェアチャイルド社は、技術革新と生産性の向上で、半導体を、一般企業でも購入できる、半導体製品を生み出し、急成長を遂げる。1960年には、社員数12人から1万、2000人に、売上も、3000万円から、130億円に急成長。売上は、毎年倍増していき、1966年には、半導体業界で世界2位になっていた。この世の花。ちなみに、1位はテキサス、インストゥルメンツ。3位はモトローラだよ。しかし、創業して10年経過した、1967年頃から、業績が、低迷し始めた。なんで？原因は、経営。経営？フェアチャイルド、セミコンダクター社は、フェアチャイルド、カメラ、インストゥルメント社の、子会社として設立したんだ。ところが、会社の規模は、親会社より、大きくなったんだけど、経営権は、親会社が持っていたんだ。親会社は、半導体に関心がなく、子会社が稼いだ収益を、他の会社の買収や、赤字補填に回していたんだ。子供が稼いだ給料を、親が、パチンコに使ってしまうような感じかな。そうだね。それは、子供は黙ってないんじゃない？そうなんだ。社員の士気は低下。稼いだ収益を再投資できないから、製品の競争力も低下。悪循環だね。取引先企業からは、フェアチャイルド社の半導体は、品質も悪くなったし、納期も遅れる。人もコロコロ入れ替わるし、
信用できない会社だな。やがて、フェアチャイルド社の成長を支えていた人材が次々と会社を離れていった。そして、フェアチャイルド社は急速に衰退してゆく。1968年に、フェアチャイルド社を退職した、ロバート、ノイス、ゴードン、ムーアたちは、シリコンバレーに、インテルを設立。インテルは、1990年頃から、現在に至るまで、世界一の半導体会社となり、現在のパソコン産業を支えているんだ。まとめると、ショックレイ研究所の設立で、シリコンバレーに優秀な人材が集まり、フェアチャイルド社が半導体を発展させる。そして、インテルが CPU の開発に成功し、花開く。そういうことだね。次回は、インテルが、どうやって、世界一の半導体会社になったのかを案内します。